ということが、どんだけ絵画の上で恥か、どんだけかっこ悪いことかっていうのがよくわかると思うんですよね。非常に簡単なんです。適当に描いて一つ線を引く。そうすると、どんな風な顔がここに存在しているのかなっていうのが、簡単に見えてくるわけなんですね。単純な線の中にリアルな空間を見ていくっていうのが絵画の基本的な知識。そしてこれがデッサンなんですね。デッサンは 100% 合わないといけません。100% 合わせるには、現実と 100% 違ってないとダメです。現実がこういうふうに見えてる、でそれをなぞるんではなくて、全然違うものを描く。でその中に現実を見るということが、デッサンが 100% 合うということなんですね。 100% 合ってるというのはどこも合ってない、現実とどこも合ってない、だがしかし、見ている、現実をそこに見ているということなんです。そうすることで、現実を見ることでこの一挙手一動が、全て現実に変わっていく、現実を表現するものになるということなんですね。もちろんこの素材も重要になってくるんです。これは鉛筆で描いていますけれども、鉛筆の素材も現実味を帯びてくる、素材に説得力が帯びてくるのはこういう見るということを通してなんですね。つまり、鉛筆を持ってですね、写真みたいに鉛筆じゃないみたいに描くということは、これ見てないことなんです。現実をですね、鉛筆を通して表現するわけなんです。それには鉛筆と見ること、描くことが必要になってくるんです。だから素材っていうのはとても、大事なものだということなんですね。それを言いたいんですけれども、油絵なら油絵の感じ、水彩なら水彩、その、質感がそのまま、現実を見る材料に変わるっていうのは、現実とその油絵や、水彩の質感は全然違いますね。油絵とか水彩とか鉛筆になった時に、質感が変わりますね、現実と。それは、現実に似ても似つかない、全然 100% 違うものなんですね。違うということはデッサンが合っているということなんです。でもこれを現実に寄せていくことで、デッサンが合わなくなるっていうことなんですね。これ本当に基礎の基礎だと思うんで、実際やってみるとよくわかると思うんですよね。でこの変化、現実から、絵画への変化っていうものを楽しんでほしい。でそこに、現実を見てほしいんですね。そうすることで、他の人もそれにその線とか丸に非常な説得力を感じるわけなんです。でそれがリアリズムの源泉になっていく、リアリティの源泉になっていくっていうことなんですね。変化っていうことを楽しむ。極端に言えばですね、例えば、非常にですね、細かい枝ぶりの、綺麗な木があったとします。それが夕日に照らされて、朝日に照らされて非常に綺麗に見えて感動しました。